し、相沢ですけど。なんや、あんた来いな。うちに何か用なんか？予定もないし、ええよ、月を渡るわ。オッケー、わかったわ。ほんならまたな。ニーナ、ちょっと遅れてしもたね。せやけど、こんな素敵なレディと会えるんやもん。少しくらいええやろ。へえ、ええセンスしてるやん。見直したで。気が良くて助かったわ。きっと眺めもええで。よっしゃ、さ、行こ行こ。こうやって冬の海をじっと見てると、ふぐるの、どう思う？確かにそうやな。なんでええかって、やたらに冬の海が多いんやろね。うちお腹空いてしもたわ。ちょっとなんか食べていかへん？うん、それでええよ。早いか。こんな寒い日は、なんでもええからあったかいもん飲みたいな。いたからな、えらい疲れたわ。冬休みか。冬休みはリュウさんを追っかけてちょっとハワイまで行こうかな。なんてできたらええんやけどな。もう嫌やな。また思い出してしもたわ。まあ、うちの夢ってやつやね。今は無理かもしれへんけど、いつかは行ってみたいわ。ほな、そろそろ帰ろか。結構楽しめたね。そういや、うち寄るとこあるんやった。ほな、またな。バイバイ。
今年もやるんだってね、クリスマスパーティー。今年はどんな趣向で行くのかな、楽しみだよな。やあ君たち、今年も行くのかい、クリスマスパーティー。俺の引き立て役がいてくれて助かるよ。白鳥相変わらずだね。じゃ、会場でな。萌木野高校パーティー会場は向こうだよ。あ、時一緒に来てたんだ。楽しんでる？うん、メリークリスマス。今年も豪勢だね。そろそろ友達のところに戻らなくちゃいけないの、ごめんね。それじゃまた後でね。あ、ニコモリさん、いらしていたのですね。はい、メリークリスマスですね。ええ、でも立食パーティーというのはどうも落ち着きませんね。立ちながら物を食べたりする習慣があまりないから余計にそう感じるのでしょうか。そうですね、向こうに椅子が用意してありましたから、そちらでちょっと休んできますね。私のプレゼントが当たったみたいですね。いえ、どういたしまして。
ここはちょっと遠くないか？代わりにスケート場なんてどうかな？悪いね、こっちの都合聞いてもらってさ。わかった。遅れるなよ。人を待たせるなんて最低だからな。その日はちょうど忙しくてね、悪いけど。すまないね。暇だしな。わかった。遅れるなよ。人を待たせるなんて最低だからな。私の晴れ着姿。本当だね。みんなどんなお願いしに来たんだろうね。うん、行きましょう。その願いは叶えて死んでよ。おみくじ